はい、FM リュウシンドウ DJ のリュウシンです。まあその YouTube っていうものはかなりそのオリジナルのコンテンツっていうものを、まあ、ちゃんと一から作ってる人っていうのは少ないわけですよ。でやっぱりそのコピーが多くて、それでそのコピーでいっぱいこうコピーでコピーを生産してるみたいな感じなんですよね。だからそういうものって何かをこう保存するとか、まあそのこう再現するみたいな意味合いでは意味があるんですけれども、そのコンテンツ的な話で言うとやっぱりオリジナルを作ってる人っていうのはいるわけですよ。でそのテレビ番組でもそうですし、まあ最初の漫画原作書いてる人もそうでしょうけれども、やっぱりそういう最初のクリエイターがいないとコピーすらできないわけですよ。でここを真剣に考えないと、やっぱりその日本におけるクリエイターっていうのはもう全然こういるようでいないみたいな状態になっていくわけですよね。でこれはね、まあ、ある程度売れてる YouTuber さんもそうなんですけれども、どれだけその人がオリジナルの、まあ、コンテンツを作れているかっていうことに関しては、まあ、僕自身もそうなんですけれども、非常にその苦労も多いし、一番こう大変悩んだりとかね、苦労する部分なんですよ本当に。でそれをその機械的にコピーするのは簡単ですよ。でその、まあ、誰々さんがやったことをもう一回真似してみましたみたいなものでも、もうまあまあまあまだ本人がやってるならまだいいですけど、結局その YouTube におけるオリジナルコンテンツっていうのはどれだけ作れているか、もうちょっと言うとどれだけそのクリエイティビティのあふれる人たちが YouTube 上にいるかっていうと、もうこれ本当に少ないですよ。本当に少ない。まあこれも別にその表なんていうのかな、別に批判とかしている、批判しようと思って言ってるわけじゃないんですけれども、まあ、日本で売れている YouTuber さん、もうトップ YouTuber さんなんて言われる人たちですらもうありものですよね。その本当にじゃあオリジナルの何かを作れているか、そのクリエイティビティが本当にあるか、その売れてるっていうこととその人の本質的なね、才能があるかどうかっていうことと、まあそのクリエイティビティがあるかどうかっていうのは全く別の話なわけで、まあ、そういう意味ではね、そのクリエイティビティにこう自信がある人とか、本当にその何かを作り出したいと思う人たちがこう YouTube というものの中で、まあ、そのすごくこれね、僕もやってみて、今 FM 流進度更新してみて分かってるんですけど、非常に大変なんですよね。その本当にその毎日やってても、今もうこう1ヶ月ぐらいそうですけど、毎日こう更新してても全然チャンネル登録者数も増えないし、ければ視聴者数も増えないんですよ。でそういう大変さっていうのがあるんですけれども、そのもうちょっとそのアート的な話、まあ、FM 流進度ファインアートメモの略なので、ちょっと美術的な話によって話させてもらいますと、そのコンテンツっていうものではなくて、やっぱり作品っていう考え方で何かを作り出すってことは非常に重要だなと思うんですよ。要するにこの自分の作ったものが20年後も残していこう、残そう、20年後も残そう、50年後も残していこうっていうふうに考えた時に、この FM 流進度の話題で例えるとすごくその永続性のある話題っていうのを選ばざるを得なくなってくるわけですよ。でこれが例えば、まあ、例えば、まあ、ここでね、はじめ社長がどうしたこうした、まあなんか三股疑惑とかね、四股疑惑みたいな話、最近動画見ましたけれども、その話も多分1年とか2年も経たない、まあ1ヶ月ぐらいで多分消費されてしまうようなネタだし、コンテンツなんですよ。で彼が
彼、まあ僕でもいいし、周りの誰かでもいいし、もうちょっと10年後、50年後っていうのを考えてきたときに、もうちょっとそのアイディアも変わるでしょうし、考え方も変わると思うんですよ。だから結局そのどういった価値観を自分の中で確立させるかっていうのが、すごくこのあのコンテンツを作る意味ではすごく重要だなっていうふうに思うわけですけども、まあ僕の場合はあのやっぱり作品を作っている、作品っていう考え方があるので、なんだろう、こうネタ探しみたいな感じでもないんですよね。だからこの毎日こうやって話させて、最近話させてもらっているんですけど、なんかこう毎日のネタをどうしようみたいなことでもないんですよ。もうちょっとこう違うところで考えてるんですよね、脳みその部分で言うと。まあ話のこう話題を探しているとか、どういうこと話そうかなっていうことを考えていること自体は一緒なんですけれども、そのなんだろう、例えばヒカキンがどうしたとかね、柴田がどうしたとか、はじめ社長がどうしたみたいな話を毎日する人がいるんですけれども、そういう人もいるんですけれども、それって例えば1年後2年後10年後20年後っていうのを考えてきた時に、なんかあんまりこういいコンテンツじゃないんですよね、それって。で、なんていうのかな、 YouTube を好きで毎日見てる人にしかわからないような話題になっちゃってるんで、話題的にもすごく偏りがあるし、一般的じゃないんですよ。で、それでもいいから作るんだっていうことであれば、もうね、それは全然構わないし、別にあの人様の作ったもの、作り出したものに対してとやかく言うようなことでもないと思うので、まあみんな皆さんご自由に作ったらいいと思うんですけども、まあ、僕が思うのは、そのトップ YouTuber になればなるほど、やっぱりその番組の方向性っていうことに対してすごくこう考えていく必要性がある、出てくるなっていうふうに思うわけですよ。要するに、なんかこう数字を取ったからトップです、トップに、あ、俺は偉いんだみたいなことじゃなくて、さらにこう人間的に賢さだったり、そのなんだろう、器みたいなものが試されるんじゃないかなって思うわけですよ。だからその器が大きい人があのランキング的に上に来るとは限らないので、でもあの YouTube の業界の中で頑張っていけばランキングが上がっていくっていう現象はあるけれども、多分そのそれと同時に、やっぱり自分が毎日勉強してっていう、その賢さのレベルを上げていく、まあもうちょっと言うと番組の構成を考えたりっていう脚本の部分ですよね。そこがレベルアップしていかないと、結局その番組はずっと同じものの繰り返しっていうことになるわけですよね。で、それでいいのかってことにだんだんなっていくわけですよ。まあ今回ちょっと一回ここで区切らさせてもらいたいと思います。またあのこの話はね、あの継続的に考えている問題なんで、また話できたらしたいと思っております。本日は、これで失礼いたします。ありがとうございました。おやすみなさい。